皆さんこんにちは、チェ・ヒダカです。今日の動画はこちら。はい、こちらのアイテムたちはですね、この間のブラシのお渡し会の時に皆さんがね持ってきてくれたプレゼントの商品たちでございます。本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。そんなね気を使わなくてもいいんですよ。でもめちゃくちゃ嬉しいです。本当に嬉しい。メイクも梅雨の季節にバッチリ、すんごい可愛い。はい、使ったものが気になる方はぜひぜひ最後までご覧ください。そして改めてみんなありがとう。どうぞ。はい、それではいろいろね試していきたいと思います。まずはね、今顔洗ってきて何もしていないのでパックからいこうかな。はい、こちらキョーピアンのフェイスパックティーというものですね。お茶のフェイスマスクで、京都産の宇治抹茶エキスが使用されているみたいです。ウルルンとは違うんだね。あ、ほんのりね抹茶の香りがするよ。うん、出してみるとこんな感じ。特に緑とかではないね。パックってさ、自分で好きなものを購入するのもいいんだけど、こうやって人からもらうのもさ嬉しいよね。あ、はい、こんな感じでしょうかね。あのねほんのりお茶の香りがしていいですね。あとなんかその含まれている化粧水自体もそんなに最近あるトロントロンの質感ではなくて、ちょっとねさっぱりめかな。これからの季節嬉しいよね。あんまりさ暑い時にさトロントロンのするとさ、なんかちょっとうーんってなるじゃん。それがないからいいね。宇治抹茶エキスで潤い保湿、シルクエキスで張りツヤ、マリンプラセンタベビーコラーゲン。ベビーコラーゲン、どういうこと？赤ちゃんの肌に含まれ大人になると減少する酸化型コラーゲンの力でプルプル美肌へ。そういうのが入ってるんだ。なるほどね。そしてアクアスピードでスペシャルケア。アクアスピードとは、数種の植物エキスや天然保湿因子の力で即時に水分を抱え込んで素早くアプローチ。なるほど。じゃあちょっとね10分から15分置いておきます。はい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 、結構ねさっぱり系なんだけど、でもねやっぱりパックすると違うよね。パック総合的に言えると思うんだけど、どんなパックであろうともやっぱりさ化粧水手でバババババってつけるよりも肌がさもちっと仕上がるし、ちゃんと隅々まで入った感覚あるよね。最近ここ凝ってて、ここ凝るとさここすごい張って見えない。私そうなんだけど、リンパ詰まってんなーっていう時ここ痛かったりするんだけどね、流してあげると全然なんか顔のサイズ違ったりするから、ここゴリゴリしてる方リンパ詰まってんのかもしれない。流していきましょう。そしたら次はこちらね、オサージのセットをいただいたんだけど、こちらがマスクラインクリームということで保湿クリームみたいなんだよね。こちらちょっとつけてみようかな。ちょっと今ねブランドのホームページを見ているんだけど、こちらはですねオサジのマスクラインクリーム。マスク生活から解放された頬、口周りの肌に潤いとツヤをもたらすマスクラインクリームが誕生ということで、 18g で3300円するそうです。オサジの世界観かわいいな。マスクラインのこの辺りを保湿するんだ。オサジのスキンケアもそうなんだけど、メイクもアイシャドウ何個かとリップしか試したことがないから、スキンケアしかも結構ピンポイントなもの出してるんだね。へえ。マスクライン、口周りや頬のマスクで隠れていた部分をケアする保湿クリーム。口周りに特化してるんだ。皮膚が薄く汗腺や皮脂腺があまり少ない口周りは目元同様乾燥しやすい部位であることに着目。
なるほどね、わかるわかる。ターンオーバーも乱れやすく、かさつきやごわつきなどの悩み、 肌悩みにつながりがち。はい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 。夜のケアはもちろん、朝のメイク前に塗布することで化粧のりアップ、リップメイクが映える口元に。なるほど、これは我々世代ちょっとね、夕方になってくると口元を乾燥してきて、ここら辺一気に老けたりするから、これはいいね。なかなか口周りだけってなかったよね。まあ保湿クリームをさ、口周りに塗りゃいいんだけれども、なんかこう着目して商品開発してるものって少なかったんじゃないかなと思うから、これはちょっと使い続けてみよう。塗り心地はすごいいいです。ベタベタしない感じでもしっかり保湿してくれてる感じもあるし、これだとどうだろうな、メイク干渉しなさそう。これは新しい。でもう一つこちらもいただきました。これはね、オサジデオスプレー、数量限定って書いてますね。汗や外部刺激などダメージを受けやすいデリケートな脇の皮膚のことを考えて、アルコールやひんやり清涼感を与える成分をあえて排除したオサジのボディスプレー。あ、敏感肌でも使えるアルコールフリー、パウダーフリーのボディスプレーが新発売だって。これはいいかもしれない。なんか脇の下って意外とさ敏感じゃない？なんか私結構そうで、あのシューっていうタイプのパウダー状の制汗剤とか、まあロールオンでもたまにね痒くなったりすることがあるので、敏感肌でも使えるっていいかもね。香りが3種類あるみたいで、ニュートラルっていうのが無香料、アトラクティブっていうのはラベンダーを中心にゼラニウムや柑橘系の精油を加えた香り、そしてこちらジョンティーっていう香りがレモン、ライムなどの柑橘系の精油と青文字ゼラニウムを合わせた夏の暑さを吹き飛ばしてくれるようなフレッシュなシトラス調の香り。これは好きそう私。いいですね。ちょっと失礼して、あ、ヒヤッとするんだけどスースーする感じではなくて、あ、いいですねこれ。なんかちょっと出先でちょっともわっとしてるなとかっていう時でもシュシュッとできていいかも。あー、これも良い、ありがとう。おさじちょっといろいろ使ってみたいかも。ありがとうございます。そしたら次はちょっとボディケア商品もいただいちゃいました。はい、3のバランシングフルボディエマルジョンボディクリームですね。それからバランシングハンド&アームクリームということで、ちょっと3だってよ。3も意外と使ったことがないものたくさんあるんだよね。まずはじゃあボディエマルジョンから、ちょっと腕に失礼して、あ、いい香り。これはスーッと系ですね。あ、スーッと系だけどこれは精油とかでなのかな。すごい爽やかな香りがする。ほう、ちょっとミンティー。ちょっと今ホームページを見てるんだけど、ほぐして緩めて解放する、皮膚バリアとの親和性が高い高品質の植物油を配合したボディエマルジョン。ほう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 。森林浴に似たフレッシュなブレンドの精油の香り。あ、なるほどなるほど、そんな感じがするよ。さらりとした後肌感が欲しい夏場も、塗布した瞬間のひんやり感を避けたい冬場も、ストレスを感じることなく使えるテクスチャー。若干なんかやっぱ精油のスッとした香りだったのかな。ちょっとヒヤッとした感じがしたんだけど、それは私の気のせいだったみたい。でもね、これは好きな香り。あ、これはいいですね。あの肘とかね、膝ちょっと夏足出すじゃないそういう時につけといてあげるといいかもね。あのかかととかも結構さ見られるじゃない。あら、念入りに塗っておこう。見せないけどそしてこちらはバランシングハンド&アームクリーム。あ、アームなんだ。ちょっとハンドにつけます。ほう、あ、ちょっとやっぱりテクスチャーが違う。
あ、香りはね同じ感じかな。でもちょっとよりサラッと伸びる感じがして、あ、これはハンドクリームのベタベタ感が嫌いな方も結構使いやすいようなサラッとさっぱりした仕上がりなんじゃないかな。お、いいですね。手にもね年齢が出るからね、私もケアしていかなきゃとは思ってるんだけれども、あ、嬉しい、ありがとうございます。使いやすい、香りがいい。はい、それでは次こちら、私ね販売されるの知らなかったんだけれども、後でホームページを見てみて、あ、使ってみたいと思ったからすごくねドンピシャです。はい、カバーマークのトリートメントデイクリーム、SPF50 プラスの PA4 プラスある日中用クリーム兼日焼け止めだね、顔デコルテ用っていう風になってます。なのでここら辺全部対応しますよっていう日焼け止めですね。はい、出してみますとこんな感じで、ちょっと乳白色というかピンクちょこっとね、そんな感じのカラーしております。ジェルっぽいのかな。じゃあ半眼つけてみます。あ、カラーレスだね。はい、まず半眼つけてみるとこんな感じです。つけてない方、つけた方。ね、特に、なんだろう、カバー力があるとか、むちゃくちゃトーンアップするっていう感じではないんだけど、塗り心地すんごいいいですね。今ね、ちょっとホームページを見てるんだけど、日中ダメージ瞬間にケア、コラーゲンを与えて守る、ハリ感を育むクリーム。肌の中に日中ダメージが広がるメカニズムに着目した日中用のスキンケアクリームだって。そのダメージっていうのが汚れた空気、紫外線、花粉が日中ダメージ。なるほどね。なるよね。それによってコラーゲンが悪影響を受けて長期的なハリ不足につながると。なるほど、なるほど。乾燥とかね、そういうのも原因だよね。それを防ぐよということですね。なるほど。すごいね。プルント感は今、直後感じております。ジェルっていう感じでもないんだよね。あくまでもクリームっていうような塗り心地で、うん、今塗った直後だからわからないけど、ちょっと日焼け止めにも保湿感求めるよとか、日中のね美容効果も求めたいっていう方には良いんじゃないでしょうかね。お、は、やっぱりねパックしてるのもあるのかな。あとおさじのもいいと思う。すごい、全体的にめちゃくちゃもっちりしてる。はあ、やっぱりみんなね美容好きはいいもの知ってるね。ありがとうございます。そしたらこちらね、下地いただきました。はい、タッチャのリキッドシルクキャンバスメイクアップベースでございます。タッチャ私もね好きで、このねシルクキャンバスのシリーズ好きなんだけど、私はこういう固形のタイプしか使ったことなかったので、これはちょっとね嬉しいです。使ってみたいと思います。はい、出してみるとちょっとタラーっとするようなテクスチャーですね。じゃあ半眼つけてみます。タッチャといえばその保湿感と綺麗にね肌作りをできるスキンケアで有名だと思うんだけど、あ、救急車大丈夫かしら。はい、半眼塗布してみるとこんな感じです。つけてない方、つけた方、ほんとシルクみたいな肌触りで、すごい不思議。保湿されてるのね、こっちの方がベタベタしてないの。はっ、お、すごっ。今ちょっとホームページ見てみてるんだけど、シルクのように滑らかで艶やかな肌を仕上げるメイクアップベース。うん、なるほど。肌にまるでシルクをまとったかのようにサラサラのベールが、あ、そう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 。毛穴の目立たない滑らかでメイクのりの良いベースを作りながら、花粉、チリ、ホコリなどの微粒子の汚れから肌を保護しますということで、塗った瞬間にこのシルクのようにこうサラサラのベールがっていうのがね、すごいわかる。すごい面白いんだよね。なんだろうな。シリコンではあると思うんだけど、それ以外にもシルクパウダーが配合されてるんだ。だからなのかな。毛穴とかもすごい綺麗にしてくれる。あ、これは良いですね。トーンアップとかはしないかな。じゃあもう半眼も。はい、全眼つけてみるとこんな感じです。綺
綺麗、むちゃくちゃ小鼻綺麗。あ、これは私が今まで使ってたあのシルクキャンバスのさ、こういうジャータイプのあれより全然使いやすいし塗布しやすい。あのバームタイプだと綺麗にね塗布しないと、まあしやすくはあるんだけど、たまにねちょっとムラを起こす時があるんだけど、これは全然ムラにならないし綺麗に全顔広げられるし、ほう、むちゃくちゃ綺麗。はっ、ありがとうございます、これはいい。はい、軽くねファンデーションで仕上げて戻ってきました。そしたらねパウダーをね2個いただいたんですよ、ありがとうございます。まず1つ目こちら使っていこうと思います。はい、ヴィランのメテオリットビーユのナンバー2かなのクレールっていうカラーをあのいただきました、ありがとうございます。私これね確かナンバー1しか使ったことがなかった気がするんだよね。もうちょっとなんだろう、白っぽかった気がするんだけど、気のせいかな、開けてみるとこんな感じ、一番だった気がするんだけれども、でも結構ね前の話なので、ちょっとこれをねまたいただいたのはめちゃくちゃ嬉しい。確か私このねパウダーを最初につけてみた時ってパウダーに求めているその質っていうのが今と違ったんですよね。もうちょっとパウダーには結構しっかりマットにサラサラに仕上げられることっていうのをパウダーに求めていたから、なんかそこまで自分に響かなかったパウダーだったんだけれども、ちょっと今使ってみるとどうなのか使ってみようと思います。これをね確かまんべんなく筆にねまとわせるんだよね。そうするとこの多色のパウダーが良い感じについてくれるはずです。じゃあちょっとつけてみます。か、香りがマダム、あ、綺麗、わ、輝き方めちゃくちゃ綺麗。ほんですんごい軽い薄膜のベールに仕上がるね。はい、半眼塗布してみるとこんな感じです。つけてない方をつけた方、わかるかな、ちょっとやっぱりパウダーをつけた感じのこう1枚ねベールをかぶった雰囲気で肌をねより綺麗に見せてくれるのはもちろんなんだけど、本当に繊細なパール感のツヤ感が出るのも綺麗だし、トーンアップの仕方が綺麗。あ、42歳の私にはめちゃくちゃ響いてますよこのパウダー。わ、綺麗、ありがとうございます、使います。はい、そしたら今度反対側はこちら、いただいたのありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しい。こちら NARS のライトリフレクティングプリズマティックパウダーの去年出たやつ、私買えなかったやつ。こちら購入されたものを私がね購入できなかったっていう話を聞いててくれて持ってきてくれたの、ありがとうございます。優しみでない、本当にありがとう。つけていきたいと思います。私今年のゲットしたんだけど、ちょっとなんだろう、青の要素とかもあるんだね。つけていきます。これまたやっぱり綺麗だ。はい、半眼塗布してみるとこんな感じです。こっちはゲラン、両方とも綺麗だね。こう比べると両方ともツヤ感あるんだけど、ゲランの方がちょっとハイライトがいらないよっていうぐらいのパール感が出てるの分かるかな。でもね、小じわとか毛穴全然目立ってない、綺麗。でもナースのパウダーも綺麗だね。でナースのパウダーはこれで崩れにくくなるから嬉しい。なんかここのねマーブルの要素を見ると、それこそこのゲランの多色のパウダーの要素がね詰まっている感じなんだけど、いや両方とも綺麗だな。はあ、本当にこの2つは両方とも各ブランドで長年愛されているパウダーだと思うんだけど、使ってみると良さがわかる。そしてこの年齢になってより良さがね響いております。最高です、ありがとう。はい、アイブロウを仕上げて戻ってきました。そしたらねこちらアイシャドウパレットいただきました、ありがとうございます。私もちょっとこれね気になってたんだけれども、カラーが結構大胆なカラーなんですよね。はい、こちらはゲランのオンブルジェのシリーズから518番サマージーンっていうカラー、なんとも美しいカラーの配色じゃない。ちょっとこれどうつけるのかしら、
ちょっとやってみるね。ちょっとまずはスウォッチしてみようかな。あお。はい、スウォッチしてみるとこんな感じ。皆さんちょっとこれとんでもない綺麗よ。いや、どうしよう。ちょっとどういうバランスでつけようか迷うよね。じゃあ、あえてこのパープルをベースにしてみようかな。パープルを、あ、ちょっと濃ゆいかな。まずはこれぐらいまぶたにのせたら、このカラーを源に上にね、ファーッと伸ばしていって、ベースをちょっとね、ライラックっぽいベースにしていって、梅雨のアジサイとかをイメージしてつけていこうかな。あー、かわいい。ちょっとさ、バブリーにもなりそうなようなパープルなんだけど、すごい上品で綺麗だよ。ほう。そしたらこのブラウンを、ちょっと外側を意識しつつブレンドして重ねていきます。わ、このブラウン使いやすい。めちゃくちゃ綺麗。このオンブルジェのパレットを私2つ持っていて、もう1つもね、視聴者さんからいただいたの。めちゃくちゃ綺麗なカラーで、確か限定だったはずなんだけど、あまりね、動画では使ってないんだけど、日常ではめちゃくちゃ大事に使ってる。はい、こんな感じ。あ、綺麗。そしたら下まぶたにはこのブラウンだけをちょっと細めに入れていこうかな。いいですね、いいですね。このブラウン使いやす。発色も色の乗り方も、わあ。そしたらちょっとさっきのブラシでブレンドします。あ、いいですね、いいですね。じゃあこのこちらのブルーでちょっとね、ラインを引いていきます。わあ、綺麗な発色。あ、ほんのちょっとなんだけど、ブルーの存在感がすごい綺麗と、このね、資生堂のこのブラシともすごい相性良くて、使いやすい、のせやすい。あ、やっぱりさ、このちょこっとだけどネイビーがラインで入ってると綺麗だよね。あ、重ねてってあげて、自分の良きところらへんで止めるような発色にしようかな。重ねて、重ねれば重ねるほど色濃くなるんだけど、うん、ちょこちょこ見ながら良きところで。あ、いいんじゃないですか。ほんのりね、パープルとブルーが見える。アジサイっぽい、かわいい。ちょっとこれは目頭に入れちゃうとどうかなという感じがするので、目頭はちょっと付属のブラシを使って、このブラウンでよりちょっと締めていきます。うん、ベースのやっぱこのパープルも入ってるだけで違う、かわいい。あ、いいですね。じゃあちょっと筆を濡らして、最後このゴールドをちょっとね、この黒目の下に加えます。わー、かわいい。うわー、かわいい。ほっ、つけてみるとこんな感じです。こう見るとさ、綺麗なかなと思いつつ、どうやってつけようっていう風に、ちょっと一時はどうなることやらっていう風に思ったカラースキームなんだけど、つけてみるとね、すごい可愛い。パープルはね、薄く入れてあげると良いですね。可愛い。なんか全部ミックスして完成される、この世界観すごい綺麗。ありがとうございます。
はい、マスカラをして戻ってきました。マスカラはね、そこまでギュイッと上げずに、ちょっと節目がちになるような感じで仕上げております。そうするとこのほわーっと綺麗なアジサイカラーとかラインのカラーが見えやすいかなと思います。すごい綺麗このパレット、仕上がりが全然想像の100倍ぐらい綺麗です。ありがとうございます。はい、そしたらメイクの最後はリップです。こちらいただきました。めちゃくちゃ嬉しい、ありがとうございます。グッチのルージュ・ドゥ・ボーテ・ブリアンの208番っていうこちらのカラーいただきました。つけていきます。あー、いや好きこのカラー。私このリップのシリーズ、マネージャーさんから以前いただいて、そのなんか透け感とカラーのね独特な華やかさが好きで、すごいね愛用してて今ねポーチに入ってるんだけど、このカラーもすごい素敵。ちょっとオレンジベージュっぽいカラーなんだけど、でもさブルーベースのこの目元とも合わなくないよね。綺麗。多分ねこのブルーベースのカラーなんだけどゴールドも入ってるから、なんかニュートラルでバランスが取りやすいのかもしれない。メイクの仕上がりはこんな感じです。いやすごい、やっぱみんないいもの知ってるね。スキンケアもどれも良かったし、ベースからパウダー、カラーもの、めちゃくちゃ嬉しい仕上がりになっております。そしたらね、まだちょっといただいたものがあるんですよ。ちょっとこちらつけていきたいと思います。はい、コスメデコルテ AQ のリプレニッシュヘアエッセンス、ヘアオイルをいただいたの。コスデコにこういうのあるんだね。私ヘアオイルはかなりねヘビーユーザーなので、ちょっと振っちゃった、間違えた。ちょっとこれは嬉しい。出してみるとこんな感じ。あ、ほんのりほんのりいい香り。お鼻かな、でもそんなきつくないわ。じゃあちょっといつも通りつけてみようかな。今日は特にストレートアイロンとかも使っていないので、あ、そういう時はね手ぐしで日中も分け目とかいろいろ変えながらかき上げるスタイルでいるから、こんな感じでまんべんなくつけます。あ、テクスチャー使いやすい。すごいね、馴染みがいいね。ベタベタしない、サラサラ系だけどしっかり、あ、質感も出るね。あ、綺麗。ちょっと今ホームページ見てるんだけど、髪の芯まで潤いが浸透し速攻補修するヘアオイル。そうなんだ、補修してくれるんだね。コスデコってこんなにヘアケアシリーズあるんだ。今度使ってみよう。傷みやすい毛先まで滑らかにまとまり、艶やかで上質な手触りの髪に導きます。導かれた。すごい綺麗。あ、ちょっとこれはご褒美じゃないですか。嬉しい。ありがとうございます。そしたら仕上げはですね、アクセサリーもちょっといただいたんですよ。ありがとうございます。まずこちらはジュエキっていうブランドのアクセサリーみたいで、長野県で作られているみたいで、なんか漆と樹液を使って作られているみたいで、すごいね繊細でおしゃれなんだよね。こんな感じでちょっと琥珀っぽいカラーしてます。ちょっとつけてきますね。こんな感じで三連の雪だるまみたいな感じで可愛いんだよね。これはガラスでできてるのかな。あの一番先端の丸々がちょっとね琥珀色っぽいカラーしてるんだけど、綺麗、繊細。はい、つけてみるとこんな感じです。可愛くない、おしゃれ、繊細。はあ、でねこんな感じでトゥルってなるからさ、小さいんだけどなんか耳元にねアクセントがあって、輝き方も透明感があって綺麗だね。良いのでは。ちょっと授業参観とか私これでいこうかな。かわいい、ありがとうございます。そしたらねもう一ついただいたんですよ。こちら私もね大好きなモノサーカスの、これはイヤカフですね。こうやって、まあ、両方つけてあげてもいいし片方だけでもいいと思うんだけど、そうすると合わさると蝶々みたいな感じになるのかな。ちょっと私は今日は1個だけにしようかな。イヤカフでつけてみます。モノサーカスは確かねお仕事でなんか NHK の撮影があった時に
特集の中の一つで取り上げられていて、そこでねパピオンかなんかに出会ったんだよね。でも一目惚れしてその場で私ポチったんだけど、はい、つけてみるとこんな感じ。わ、おしゃれ、かわいい、存在感バッチリだよね、モノサーカスってね。こうやって下げるとわかんないけど、こうやってさらっと見えた時にかわいい。私こういうブルーのお洋服も結構着るので、これはアクセントとしてかわいい。ありがとうございます。今日もねアイライナーとも映えてるじゃない。はい、いかがでしたでしょうか。なんか今日はかしこまってレビューするというよりは、なんかこんなのいただいたの見てみてという感じで、まあいつもなんだけど、お話ししながらねレビューしたいなっていうふうに思ったので、ちょっといつもとは違う雰囲気だったかなと思うんですけれども、楽しんでいただけたら嬉しいですし、お買い物の参考になったら嬉しいです。はい、今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。みんなありがとうございました。